赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。どうも、ひふみ勝ちだぞ。はい、よろしいです。さあ、こちらジロー横浜館内店、また行っちゃいました。なるほど、2度目動画では2度目でございますね。館内駅から徒歩10分で、やっぱりジロー最大の行列を誇る店舗ですが、はい、まあ、今回は控えめの35人ということで、控えめの35、すごい。35はね、控えめだよね。この店にとってはね。で、直前で食券購入し、店前で麺のサイズ聞かれるんで、これ出す準備はしといてください。で、あ、大ですね、小ですねって言われるから。そうですね、店の前で。そう。茹でとかなきゃいけないからね。で、今回大ラーメンの全部マシマシなんですけども、ニラキムチ投入してまして、はい、全マシって言っちゃうと、これ紅生姜入んないんだよね。店の中にね、書いたんだけど、野菜とか、紅は書いてないんですよ。書いてないから。これ裏メニューとして。そう。あ、言わないといけない。そう。知ってる人だけが。そう。で、まあ、豚から言ってますけども、はい、これね、油少なくて、返しが染み込んでて非常に柔らかくて美味しいんですよ。いや、めっちゃうまいですね、これは。個人的に思いました、こちら神豚認定です。はい、いや、これ本当に好きかも。いや、僕ね、やっぱ横浜のホームなんですけど、やっぱり、めちゃめちゃ豚美味しいです。はい、いや、やっぱり、はい、間違いない。いそこにね、甘みを帯びたスープも飲み込んでいくことで、はい、ブヒウマ、うん、なんですよね。野菜あえて横から掘り出して、うん、まずは野菜からいきますが、うん、はっきりとしたクタ野菜です、うん、ギュッとスープを染み込ませて食うと、うん、いや、めっちゃうまいんですわ、うん、これはうまいですね。いや、うまいよ。キャベツとね、もやしのバランスもよくてね、バランスもいいね、うんうん、で、今回はね、特に麺に注目していきたい。はい、つるしこ麺のためにね、まあ、最初うまく引き出せなかったんだけど、はいはいはい、これがね、特徴のある麺でして、うん、まあ、パクッとまずはすすっていきますが、平打ちのほぼストレート麺でね、こう見えてもね、ポキポキとした食感がこうあるんですよ、うん、噛むと特徴的。これが館内なんだね。美味しい、うん、丼の底にね、麺が沈んでたんで、これ返しとすんごい絡んでてね。なるほどね、味が染みて、うん、というわけで今回はなんと天地返しをしちゃいました。あ、赤星にした。珍しい。珍しいですね。見たいないですよ、もう本当に、ね、麺食べたくて食べたくて、もう最初に。なるほどね、もう汁なしみたいになってるけど、もうほっくほくやったんですね。なるほどね、天地返しするとこんな美味しさがあるんだね。本当にやらないから俺。なるほどね、うん、新鮮な感じで。そうで、紅生姜の味がちょっとスープに溶け出してて、はいはいはい、この時点で少しもう紅の良さが来てますね。酸味がね。さあ、そしておもむろに豚を取り出したが、まさかやっちまうのか。そうだ、豚ニラキムチを作ってしまう、うん、ニラキムチね。ニラキムチをここで投入していくんだけども、うん、まあ、これがね、館内だと、そうですね、言わんばかりの、うん、やっぱりニラとね、唐辛子の辛さ、これを豚が包み込んでね、あなただけのニラキムチの食べ方をやってほしいけどもね、うん、さらにまだまだ麺を引き出していくと、あとは俺の姿が見えてきたが、はい、姿は最初から見えた。あー、で、横浜スマイル、お、出ちゃった。どういうこと。横浜スマイルが、はい、何スマイル？意味がわからない。横浜スマイル、どういうこと。あまりに麺が美味しいもんで、ギャバン、ギャバンを出していきましょう。よいしょ。めっちゃ入れた。めっちゃ入れたな。危うくかけすぎるとこ。あ、もうかけすぎてます。かけすぎてるから完全に。おっしゃーってなってます。そう、崩れたよ完全に。いやー、これね、適量かけちゃったんだけども、思ったよりもスパイシーでしたね、はい、いや、そりゃそうでしょ。いやー、やっぱり胡椒かけることによってね、パンチがさらに効いてくるんで、はいはいはい、で、台を選んだけども、はい、そこまでも凄まじい多くはいてない、まあ、300g ぐらい。まあ、館内はね、比較的ね、他の店舗に比べたらおとなしいですからね、うん、そうね、そうね、でもやっぱり非乳化系スープなんで、うん、でも乳化してる時もあったような気もするんだけど、僕の中では乳化の印象なんで。あ、そうなんだ、はいはいはい、たまたまかな。だと思う。 89.75 いただきました。はい、なるほど。まあ、言っても僕まだね、館内と2回目なんですけども、うん、やっぱり非入荷なのか入荷なのかちゃんと見届けたいとこですが、僕はもう 3,40 回行ってるんで館内店には。マジで、あ、もうガチホームじゃん。いや、ほんとそうっすよ。ほんとに現茶で行ったりとかしたから、実家で。あ、実家から現茶で行って食ったりとかね。 あとね、電車だったら、JR 以外だとね、横浜市営地下鉄の伊勢崎長者町だと、もう 2,3 分で行けるんで。あ、近い、はい、近い近い近い。あと、ちなみに、カジさんはポケモン GO、僕もやってるけど、やってますよ。館内は、はい、ジムになってる。えっ、うん、激アツじゃないですか。いや、そんな正直なこと、はい、いや、これやってて、実際ひばりが丘も、はい、ジムになってる。あ、行く行く。店自体もね、はい、いや、だから俺送ったじゃんプレゼント、館内。あ、もらう。あ、ジローだ。いや、そうそう、だからジムになってるから、はい、回すともらえるんだ。そういうこと、ね、ジローのプレゼントが。あ、これぜひ行ってですね。いや、そうだよ。で、俺のポケモン GO の名前、ラーメンジロリアンだから、そのポケモン置いたら、ジロリアンがポケモン置いてることになっちゃう。
早く起きたいんだよな。ああ、なるほど。並んでる間にやればすごい楽しいと思います。ポケモン GO の話が、なるほどね、変わりがあるからね、やっぱね。なるほど。というわけでね、皆さんも皆様何の館内を味わってみてください。はい、ごちそうさまでした。はい、よろしく。